さあ、久しぶりのパズドラガチャ回していくぜ、課金おじさんということでございまして、魔法石6個仮面ライダーコラボガチャが来てます。で、本日の日付が第2金曜日、違う、第1金曜日、7日です。なんか7日に東京にいるの久しぶりなんですけども、現場をバタバタと終わらせてですね、これから福岡なんですけども、12月17日までにやればよかったんですが、やっぱいろいろ情報が入ってきまして、エグゼードシステムとか、ブラックの進化したやつが強いとか、あとは今ここオフィス来たら V3 が強いとかいう話があるんでですね、一応100連回せる体勢をつけてちょっと回していきたいと思います。はい。で、私仮面ライダー世代でございますんで、仮面ライダーといえばやっぱり敵は、ちょっと待って、こいつ誰だ、ライデンでしょ。ライデンっぽいよね。龍騎でした。この辺になるとちょっと分かんない。で、これ俺無料ガチャで引いてるんで、ダイヤだね。星6が 2.5 でブラックだけ 3.5。 ブラックが 3.5 なのは進化先が多いからっていうふうに言われてるんですけど、これはあれだよね、仮面ライダーっていうよりむしろキカイダーだよねのビルド。はあ、雲耐性ついて、あーで、ベルトになると、お、覚醒キラーがついてるんだ。強い。とりあえずね、なんかエグゼードシステムがやばいらしいっていうのは聞いたんだよ。でね、僕の年になるとちょうどストロンガーがドンピシャの世代。ストロンガーっていうと6代目の仮面ライダーになるんですけど、1号がいて、2号がいて、 V3 がいて、ライダーマンがいて、で仮面ライダー X がいるんですよ、あのバツのね。で X の後に出たのが、ごめん、6代目じゃない、6代目がアマゾンライダーで、7代目がストロンガーで、ストロンガーが本当に強かった。なぜならモチーフが、仮面ライダーといえばモチーフはバッタなんですけど、ストロンガーはなんと初めてカブトムシなんですよ。知ってた？仮面ライダーのモチーフはバッタだよ。アマゾンってセミじゃないですか？アマゾンはセミだ。うわ、分からん知らんアマゾンはちょっと、あの、飽きた。アマゾンセミなのこれ。セミ弱いよね、命短いし。これだからさ、 80% 以上強化じゃないんだよね、時代は。 50% 以下強化なんだよね。あ、だけどこれいいね、この自動回復。今この仮面ライダーコラボのボスキャラが自動回復5個ぐらい持ってるやつでしょ、知ってる？あれ多分黒いループの代替ないんじゃないかなという、勝手にね思ってるんですけど、ていうかダイヤ出ないね。 11% で出るはずなんだけど、龍騎ばっか。龍騎もこれ強いんじゃないか、卑劣強化いっぱい持ってるから。で、いまだにやってるでしょ。今何やってるか分かんないけど、1年前とかエグゼードが相当ブレイクしてたよね、あのガシャッとしてる、あのゲーマーなんだよ、とにかく。で、ゲームで攻略して、なんかソフトを入れ替えるとなんか変身できたりするっていうので、めっちゃウケてたよ。仮面ライダー久々に来てるぜみたいな。ただ仮面ライダーになると、そうそうやっぱ日曜日の朝なんて見ないんですけど、これキカイダーにしか見えねえんだよな、ビルド。あの仮面ライダーゴーストって知ってます？知ってます？でもね、ゴーストに関して言うといっぱいいるからね、仮面ライダーが。ちょっとこれダイヤ出ようよ、エグゼート3体欲しいんだよ。ちょっとやばいなこれ。だから本当に課金テーブルあるんだよね。実はあの今来てるガンフォー10個ガチャ、闇リーチが欲しくて、いや、もっと言うとライザーが欲しくて、これ V3 ね、これが当たりだっていう話なんで。なんで当たりなのこれ。亀裂強化、バインド持ってないから
そんなに強くないけど。何が当たりなのこれ。ああ。アウストラリスのアシストとかかな。わかんない。エニシにつけたら強いんじゃない。ああ、エニシか。闘技場さんをこう快適周回ってやつだ。ああ、エニシを3体持ってないんで。ちょっと待て。始まったぞ。ガオー、マジ始まってんすけど。本当にもう、これだって年末にかけてどんどん来るでしょ、ガチャ。お、これちょっと新キャラ、クーガ七コンボ協会、2個。問題はバインド耐性持ってないのがいけてないよね。一応使うか。スキル弱いもんね、 1.5 倍とか。まあで、よし来た、出ました、エグゼード。かっこいいよね、エグゼード。ここのベルトにこうソフトをこうガシャッとつってガシャボンってやるのよ、うん、まあまあすげえ効果音になるんだよ。デレッデレッデレッみたいな。ちょっと見てくれよかったな。ちょっと隆起ばっかじゃん。エグゼード3体目標は。よし、オッケー。だから100連とか言ってっけど、エグゼード3体とブラックが5体出たら俺はもうやめる。あと一応電王と 1号は強いって話なんで、アマゾンライダーはちょっとな。まあ我々その男子はね、ちょっと女子が見てたらあれなんですけど、これ電王だね。な、電王、俺三乗だもんね。 1.5 倍の3倍だから 4.5 の3倍か。9倍、12.5 倍、 11.5 倍。あ、おー、ガードブレイク付きのコンボ強化3つで、あ、アシストには使わないね、この子は多分。ってことは1体でいいね。まあ覚醒無効状態回復プラスのフルドロップチェンジだと、まあ2体いてもいいかな。ああ、2体いてもいいね、うん、いいよ、セクシーだよ。はい、20回回して今ダイヤが3体かな。いや、4体か。まあまあか。何ですか、この子は。これ、エグゼードのあれですね、多分。サブキャラですね。カラット的な子ですね、これね。さては。そう。だから、我々男子からすると、仮面ライダーかウルトラマンかになるんだけど、どっちだった？見てなかった。見てなかった、見てなかったね。結構テレビのないお家もあったりするんで、ね、これ V3 3体目。今時の仮面ライダーはすごいドロドロしてるよね。ていうか昔から仮面ライダーに関して言うとドロドロしてるよね。なんでかっていうと原作が石森章太郎さんだからだよね。篠森章太郎さんのは銀河鉄道999に代表されるようにさ、お、これなんですか？これブラ、お、どうしましたか？あ、これ W ですね。なんか星5なのに 3.5% って排出率が低いっていう。やりました。スキルブーストの覚醒数に応じて攻撃力が上昇。ほう、カラットですね、まさにこれはね。エンハンスでこれいいんじゃないですか。アシストにすると、うん、指と HP 強化と攻撃強化と回復強化と、これはちょっと使うね。うん、持ってない人、この結果を見てね、ちょっと17日までありますんで。世間は15日がだいたいボーナスの支給日って言われてますけれども、で何の話だっけ、だいぶ脱線したね。
僕はどっちかっつうと仮面ライダーはストロン V3 からストロンガーまではすげー見てて、でその後スーパーワンまでは一応把握しようとしてたね。スーパーワンっていうのはやっぱ仮面ライダーっていうとバイクじゃないですか。今までそのレーシングタイプっぽいのが多かったところはまた電王ですよ。電王はいらないな、うん、ところスーパーワンは初めてハーレーみたいなのを持ってきたんですよ。うん、でブラックぐらいが出た時に急にそのお話がドロドロし始めて、で俺がちょうどブラックになると高校に入ったぐらいの時で、うわなんかブラックになったらすげえほんとブラックだわみたいな感じになって、やっぱ時代なのかなみたいなのを思春期のしんのすけ少年は思いながら麻雀に明け暮れた毎日でしたね。でウルトラマンに関して言うと、あウルトラマンの方がやっぱ若いのかな、どちらかというと。マンがあって帰ってきたウルトラマン、シンマンがあって、で3人目のウルトラマン、違う、マンがあってセブンがあってシンマンがあって、で4人目のウルトラマンがなんだっけ、4人目のウルトラマンなんだっけ、太郎の前にエース 4代目レオとか、違う、レオはその後なの、太郎の後なの。でウルトラマン80ぐらいまで見せたんだよね。うん、80ぐらいまで見せた。ってことはこれウルトラマンコラボも来る流れだよね、流れ的に。うん、ちょっとまずいぞ、エグゼード、あとなんだ、こっち消した。まだダイヤ1号が来てないね。あとブラックも来てないね。ブラック 3.5% なのに、はい、これで40回回しました。今ダイヤ何体ですか。今5体40分ってことは8分の1だから、ちょっと引き強かな。うん、クーガは、ああベースにはなんだな、こいつな、3ターンだから。問題はだからさ、超覚醒してバインド耐性つかなきゃもうお払い箱なんだよね。光の属性強化はまあまあ使えるやつだぞ。だけど属性じゃん、熱強化は剣あったじゃない。最近ランダムで剣のアシストが、要は光の熱強化のアシストがすごいフォーカスされたんで。そういえば先日固定キャラのランダムありましたけど、僕は16万は出せませんでした。僕の能力では20% 入るのがやっとでしたね。だから僕のパズルテクニックっていうのはもうパズドラ全体のユーザーの中で5分の1にはやっと入るぐらいのレベルなんだろうね。ちょっとな、100レース、よし、ちょっとそうそう、ブラック来ようか。はい、来ました、ブラック。ブラックは5体欲しい。これの RX っていうのがぶっ壊れ性能らしいね。これね、貴族性で全パラ 1.5 倍補正のスキル使用時だから、あいつがいるじゃん、あの木の一ターンで群馬県じゃない、そう、うん、タ、うん、ターです、ターです。で毎ターン 4.5 倍の3倍だからやばいよね、もうすでにやばいよね。でさらにこれは 50% 以下でしょ、流行りだもんねこれね、うん、しかもスキルがさ変わるっつうのが小憎たらしいよね。これキラー持ち、いてもいいもんね、全然いてもいいよね。
ってことはこのベルト分まで含めてこれなんか闇列強化だからね。しかも雲体制までついてるときたんだ。こ5体欲しいよね。ちょっとイントネーションおかしいけど5体欲しいよね。うん、ブラックは5体、エクゼードは3体で、1号はちょっと何体か分かんないけど、もう V3 はいんねえけど一応オンしとく。ちょっとまずいぞ、頑張れ。ほんと機械弾にしか見えないんだよな。だれ、俺が子供の時とかウルトラマン仮面ライダーがあって何があったかな。でアニメやっぱガンダムが再放送で受けた時期だったから小学校3年生の時かな。でガンプラがむちゃくちゃ流行り始めて、やっぱロボットアニメ系に行きましたよね。ガンダム、ダンバイン、ボトムズ、太陽の牙、ダグラム、知ってる？わかんない。あとはエルガイム、ザブングルね。アニメージとか俺買ってたからね、中1になるまで。でアニメージュにはあの名作「風の谷のナウシカ」が連載されてましたんで、宮崎駿先生の書き下ろしの、知ってた？知らなかった。それがもう漫画で載ってて、でもうほんとすげえこの世界観って、一瞬漫画家志した時もあったからね、その中学入るぐらいまで。でほら「週刊少年ジャンプ」とかさ、マガジンとかサンデーとかチャンピオンとかキングとか全盛の時じゃない。でもうそりゃもう北斗の拳あるわ、キャプツバあるわ、なんだろう、すごかったんだよね。はい、エグゼードこれ3体目ですか。よし、これで OK。 エグゼードシステム、これのね進化させると見て LG 強化が4個ついてんの。これがやばいらしいんですよ。ええ、うん、エグゼードシステムはこれでできそうです。あとはブラックですね。あと1号ライダーが出てません。ちょっとまた消えちゃった。ちょっとね4時半にね、これから福岡だからね、アホだよね、意味わかんないよね。よし、ブラックもしくは1号、イエス1号。よし、1号は一応その持ってたい。そんなに強くないんだよ、2体攻撃4個とかだよねこれ。うんね、でベルトにするとバインド耐性と。なるほど。たまにドロリフがドロップリフレッシュって言って盤面のドロップを全部総入れ替えしてくれるスキルがあるんですけど、どうしても必要な場合ある、あるダンジョンが出てくる場合もある。ちょっと待って、ブラックが1体しか出てませんよ。ちょ、良くないですよ。ブラック1体はちょっと良くないよ。 3.5% 一番出やすいからね。もう V3 いないな。V3 のバーターみたいなのがいるんですよ。半分人間っていうか、むしろ人間なんですよ。マーベルで言ったらキャプテンアメリカみたいな存在。いや、もっと弱いな。キャプテンアメリカは盾がやばいからね。ライダーマンはほんと生身の体なんで、
あれその改造人間たちと戦ってたっていうのは本当にすごいんだよね。であとさ、なんか仮面ライダー王者とかシャドウムーンとか敵で出てきてるけど、やっぱりショッカーは敵であってほしかったよね。うん、ショッカーだとやっぱ20代のみんなも知ってるでしょ、ショッカーっていう。あれはヒーっていうやつ、社会現象だったから。でやっぱ敵キャラっていうとショッカーのヒーって言って出てけば、なんかちょっとしたお遊戯会とか何でも成立するようなぐらいインパクトのある。だからヤッターマンのボヤッキー、ドロンジョー、あの辺と双璧だよね、そのショッカーの悪役感は。ちょっとなんだよこれ、ダイヤポンポンって3年ぐらいしろよ。よし、ブラック、ブラック、ノーノーブラック、まずい、ブラックが1体しか出てない、まずい、ブラックノー。もうコンプはしたよね、コンプしたよね、出てないよ、ないよね。だブラックだ、ブラックがさ1体しか出てないはダメでしょ。交換すりゃいいって話ではあるんだけど、交換もさあれハードル高すぎだよね。あの4体いるようなとこせめて3体にしてくれるとか、5体必要なところせめて4体にしてくれるか、してくれるとかさ、交換できる人って限られてるでしょ。だってあなたとか交換絶対できないでしょ。無理です。でしょ、せめて2体で交換できるやつとかさ、その辺がちょっとさ今のこのパズドラの流れはいいと思うんだよ。すごい、そのどんどん育てられて、どんどんそのダンジョンを攻略できてっていう流れじゃない。なんだけどどっかでその金を使わせようってするところは、やっぱりこれはあれは社交性は煽ってますんで、いいですか、もう十二分に稼いでるわけでしょだよね。なんか誰か固定キャラとかちょっと、固定キャラのダンジョンとかはもうパズドラのそのガチャの概念をおかしくしてるなんていうことを言ってましたけど、ツイッターかなんかで、本当その通りだと思いましたよ。ねえそうですよね。その引いたもん勝ちみたいなところにやっぱりそのお金っていうか、そのお金かけてまでっていうのが発生するのに、なぜそこで固定するモンスターをね。そうするとね、なんていうかモチベーションが下がっちゃうわけよ。前回のそのランダンにしてもさ、っていうかやべえじゃんこれ、ブラックせめて2体、やっぱ闇だよ本当に、もう本当にもう、うわー、まあいっか、ブラックは交換すればいっか。だけどあと2体出てほしいな。 3.5% だからさ、100回回すってことはさ3、4体出なきゃおかしい計算なんだよ。これパツロの解析と一緒で、その大事なものは出ないみたいなとこあるかな。ありそうだね。ってなるとブラックは相当強いね。ちょっとマジかこれ。あと10連？はい。あと10連だね。あ、ダメだ。ブラックがなこう100連すんだから最後やったぜみたいなところ欲しいじゃん。よし、ブラック、うん、まあ許す、エグゼルで許す。ちょっと最後気持ちよくさせろって。さちょっとさ、何でもそう、パチスロの期待度なんかも低めにいっといて、実際の本当の実質的な期待度ね、
公表の数字が 8% で実際 12% ぐらいで出たら嬉しいんだよ。でまたやろ、なんか錯覚するからさ、俺らも弾けんだみたいな、それをさ、なんか高めに言いたがる風潮があるよね。ほんとビジネスっていうかさ、なんか商売絡むと、うん、よくないと思うよ。ほら見ろ、ブラック一体しか出ない。もうああもうダメ、これラスト、はい、よし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 、ブラックね、もう一回回すよ。101連になっちゃうけど、よし来てる、流れ来てる、一気に駆け込み。ちょっともうあと、いくよ、これモザイクで消してね。ちょっともうあと2回回そうね。この流れ来てるから、ただこの購入のあれで結局なくなっちゃったりするんだけどね。よし、やめる、もうやめる、これでおしまい。これ以上やったら俺は本当に廃人になる。もうすでに廃人なのに。OK。はい、102連しました。102連しましたね。ダイヤが何体でした？ダイヤ11体。ってことは、ほぼ確率通りですね。100分の11ってことは 11% だもんね、設定が。そうで、最後の100回目と101回目で一気にこう合わせに来たね。うん、だまあまあ確率通り、若干ブラックが 3.5% のとこ3体なんで引き用は、でエグゼードが 2.5% のとこ4体なんで引き強、1号が 2.5% のとこ 2% なんで確率通り、電王が 2.5% のとこ3体なんで、確率以上という結果でございます。はい、で W が1体 3.5% っていうのを1体しか引いてないんで、これは確率以下ですけど、この子に関しては1体いれば12分だったんで、まあ、なんとかギリギリのところを保てた今回のしんのすけ仮面ライダーコラボガチャでございました。17日まであるということですので、あと1週間ありますんでですね、あの回そうと考えられている方は、その僕みたいにそのエグゼードシステムもブラックの進化も全部欲しくて、でさらに V3 がどうのこうのっていうところも全部網羅したい人はやっぱりこれぐらい、100回っていうと大体35本ぐらいの課金が必要になってくるんですけど、あのそれ以外の人はその狙いを定めて自分のパーティーに合ったあれをやってもらえればいいんじゃないかなと。なんせ年末年始に向けてこれ来ますんでね、ガチャの波が。ですんでご利用は計画的にやった方がいいかなと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。